はい、皆さんこんにちは、徳です。本日も世紀末百花伝説やっていきたいなと思います。よろしくお願いします。まあ、早速です、ポンポンポンと来て順位215位まで、頑張ってプレイしました。初日はですね、まあ、夜の時点でもう数枚、2枚、3枚ぐらいで、まあ、動画をちょっとちらっと出したと思うんですけど、頑張りました。結構やりました。ただやりましたと言ってもそんなにやった感じもしてないですね。もうすでに石の使った数とかあんまり把握できてないですけど、でも全くって感じじゃないですかね。だまだやっぱり今回難しいんですよ。で、そのポイントとしてこっちですね、オーダー、やっぱここの組み方だったり、あとこれですね、この星印視聴性の対象選手、まあ、これでね、負けた時、星印がついてしまった時に、消えてしまうとか、まあ、その際にどういう立ち回りするとか、まあ、そういうところがなんかすげえ難しいのかなと、思います。あとはまあやっぱ特攻作ってない人が多いのかなと思いますね。まあ、カズさんも昨日動画で言ってましたけど、まあ、自分のリア友も見ても、しっかり G ランク、まあ、もっと言ったらこの辺のちょっとスカウトしやすく、そして打ちやすい E ランク、B ランクしてガチオーダーをね、作るっていう作業できてないって人がやっぱ多いのかなと。で、それをね、まあ、スタジアムイベントに並行してやるのがちょっときついっていう方がやっぱ多いのかなと思います。まあ、ブーイング多いのもすごいわかりますね。かなりきついっす。私も相当ストレス溜まってます。ただまあそれとしてもまあ結果的に今一応215位に、いられるので、まあ最終目標である、ランキング報酬に関しては最低でも1000位、まあ、CP 見てもそうですね、1000位内にはやっぱり入っておきたいなっていうとこ、まあ、最低は1000位、まあ、目標としてはまあ100から500、そこでいいのかなと思います。まあ、やっぱりなんて言っても私イベント の, あのガチャ、特攻キャラ対象のシンと、ケンシロウ、そこら辺をね、手に入れることができてないので、オナが低い、まあ、低いといってもまあ SR で添えられてるだけまだ十分なのかなとはね、もちろん思いますけども、やっぱ PSR、 カズさんなんかね、オール PSR とかだなんて話もまあ確かしてると思うんですけど、そういう方たちがね、まあ、いらっしゃると思うので、まあ、そこに対しては、まあ、1人当たり 53% ではね、ちょっと負けてしまうのかなっていうところを、加味して危惧すると、まあ安定的にまあ500位ぐらいが目標値かなと思ってます。早速ランキングもちょっと見ていきたいと思います。私初日から1回も覗いてません。もうこれキャリューさん決定じゃないですか。で、なんか話によるとキャリューさんはオンラインでもトップに行けるっていう話なんですよね。トップっていうのはその壇上に、全国に行けるみたいなので、まあ、1位ぜひ取ってもらいたいですね。本当にキャリューさん、欲望悪くもプライド高くて、いや、いい意味ですね、悪くはないか、いい意味で本当にプライドが高くて、まあ、前回負けたのとかが本当、葉っぱになったというか、悔しかったんだと思います。ぜひここは頑張ってもらいたいです。キャリューさん、頑張ってください。まあ、ただ、スナオスさん、黒羽根、コウコウさん、トモさん、カユーさん、バルセロナさん、みんなすごいですね。今回も知り合い、交流会で出会ったような方たちはいるんでしょうか。ゾロゾロいますね、実は。なるほど、私もちょっと負けじと頑張りたいなと思います。もう本当に CP 絡みも最後なんでね、ちょっとここは、まあ、いつもね動画ではやっぱガチャの引くタイミングとかを、考えて石はあまり使わないようになんて話をねしてるんですけども、まあ、今516個まではまあ溜まってはいるので、できるだけまあここで石もね割いて、しっかり後悔しないような順位には滑り込みたいですね。ただ本当に何だろう、今回のイベント面白くて、やればやるほどなんかストレスも溜まるし、プレイ技術も落ちてる気がするんですよね。自分の集中力だけの問題なんですかね。やっぱやればやった分だけ、視聴性、戦いですか、負けて、消えて、で、またスカウト、
オーダーね、スカウトしての作業がマジしんどいっすね。これ相当やられてますよ、メンタル。一時期イベントオーダーにもう3人ポチポチポチついて、うわーとか思って、動画配信者でもあり、よく、ね、私たち動画にも出てくれて交流会にも来てくださる卓球中のヒロさんに画像送ったらね、いやそれはねえわって怒られましたね。まあまあ本当その通りだと思います。まあ、ただその1時間後にヒロさんからね、せっかく買い占めたこの PG 選手を、お亡くなりになったということで、市長選の戦いを負けて、PG ランクのね、選手が、勝った後直後に消えるっていうハプニングがあったっていう話を聞いた時は、心底嬉しかったです。共に苦しんで頑張っていきましょう。皆さんもです。これ本当にストレスたまりますが、頑張って一緒にそのストレスと共に戦っていきましょう。これストレス抱えずにやってる人なんていないでしょ、もう。私そう思ってます。そう思って、もうもはやストレスを抱えないように、配慮してプレイします。ね、もうパワーは全部 B70 かな、 B 止め、ぴったし止めなんで、本当にしっかりミートしないとホームラン届かないんですよね。あとはもう細かいですがね、立ち回り云々で言うと何でしょうかね、今日からでも俺まだまだ頑張って特攻作っても俺全然上位食い込めると思ってますよ。まあ土日まだあるんでね、本当そこはちょっとやる気のある方、土日時間ある方はね、諦めずにちょっと特攻作って頑張ってみてください。逆にね、この期間今求められているもの、まあ今やっておかなきゃいけないことっていうのは、やっぱ試合をたくさんこなして、ボーナスを上げておくっていう作業ですかね。ちょっとお待ちください。試合終わったら、おーおーおー、試合終わったら確認しますね。あららら、ら、1試合あたりはまあここですね、250万、まあ350万から250万ぐらいに落ち着いてるかなっていう印象です。これですね、今100分の19あるんで、今 190% プラス乗せてるんですけど、日曜日の5枚消費までにこれをどれだけ貯めれるか、まあ、そこがまずは大事かなと。特にボーナス詰めてない自分にとっては特にここが今大事なのかなと思ってます。日曜日に5枚消費しても、ここから1マスですね、今は5枚チケ、要は石1個で 1,2,3,4,5 試合進むことがね、可能なんですけど、日曜日になった時には1試合で、要は5、すいません、5枚消費しても1個しか進まないっていうのは、ここがね、貯められにくいことになると思いますので、まあ、今やることとしては、5枚消費が始まる前にやることとしては、今いくらでもここをね、100まではもう無限だと思うんで、キャリューさんでも言ってるんですかね、これ俺は分からないですけど、ポン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 、もう何週も何週もね、ここをボーナス積み重ねておきましょうっていうところですかね。これから始める方、まずはこういう感じでいいんじゃないですかね。ただ俺一番思うのは、まずここの先発陣を強くして試合に勝つのが一番俺は大事だと思います。そうすることによってやっぱりここをしっかり進められるので、これは非常に大事なことだと思います。まずは俺は投手、先発3人をね、まず強くする、してここなんですけど、理想を言うならばこれぐらいでいいと思います。こっちかな、 B、ミート、パワー、総力、まあ、総力いらない、ここはもう F でも構いません。して弾道もまあ3、4にして、まあ、阿部比、パワー比ぐらいはつけて、要は打てる選手、打つだけのとこで、選手能力を高めて、まあ、B とかそれぐらいに抑えると、まあ、ボミのキーをね、少なく、打てる選手が獲得できるということで、視聴性バトルに負けないということが何より大事なんで、まあ、それぐらいがまず
打撃能力だけ揃ってればいいのかなと思います。で逆にこっちを、いち早くガチオーダーで揃える、まあ、例えば投手なんかで言えば私今 SS5 中継ぎを入れてるんですけど、まあ、野手で言うなら私は SS7 とかをもういち早く抑えてここのチームランクを上げるっていう方が大事なのかなと思います。ここを S8-7 とかで、まあ、いずれはそうなっていくのかもしれないんですけど、今何とか頑張って貯めたもみの木で、例えばねここが消えてしまいましたと、G ランクが入ってきましたと、消えるっていうのは視聴性バトルで負けてね、星印がついてしまって、消えたと、 G ランクが入ってきてしまったとしてね、この選手が、まあ、今本来はね負けた時ここにいないんで、まあ、これをまたスカウトする時に、彼奥田君に対して 1000近くのねもみの木多分必要になるのかな。でそれをやるのがね結構大変なんですよ。でもそれの無限ループ、誰かが消えて誰かをスカウトする、でそこでもみの木を使い果たしてしまうっていう流れになってしまうので、まあそこは取りやすい B とか E ぐらい、もう本当に打つだけの能力がいいのかなと思います。説明下手で申し訳ありません。で、控えの方に、ガチオーダーとかを、揃える、そっちの方がいいのかなとね私は思います。まあ言ったら最初はね、もうほんと G でいいからとりあえず 52% 私の場合のね最高のボーナス値なんですけど、まあこれをねいち早くつけた後の話、まあ、B ぐらい E ぐらいそれぐらいで、野手まずスターティングオーダーを揃えるのがいいのかなと思います。まずはそんなとこですかね。ここ1試合レイなんてやっておきましょうか。レイになった時に、まあ、この試合絶対負けられないじゃないですか。だからそういう時に、あ、もう確定しちゃったな。例えばさっきね、中継ぎにいた先発 SS3、 中継ぎで SS5 の投手を例えばここに持ってって絶対に勝てるようにするとか、もしくはこういう時にアイテムでリカバリーするとか、まあ、そういうのが大事かなと思います。やっぱここ負けた時に2マス下がるとかっていうのも、先ほどの1/100、あの数字に対してかなり遅れを取ってしまうことになると思うので、私は本当にかなり負けちゃってます。して視聴性バトルにも負けてます。こういうところでねしっかりアイテムなのか、まあ、先発を強くするのか、まあ、いろんな立ち回りでねしっかりリカバリーしてもらいたいなと思います。おっとっとっと、ちょっと開いて打ちましょう。しっかり OK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 。まず1点取りましょう。してきました。これね、絶対負けちゃいけないです。あー、危ねえ。いやー、もう本当にね、マジ負ける。やべ、オッケー、危ねえ。よし。危ない、危ない。マジ危ない。もう本当に僕はこんなんで負けてばっかりっす。おい、ナイスキャッチ。だから本当にね、一番最初にその冒頭で言ったら、やればやるだけ下手になるっていうのは、リアルスピードが来たり、投手がねバンバン毎試合毎試合変わっていく中で、130キロのね、もっと言ったら、怪我なんかもして110キロのピッチャーとかもいたり、もういろんな変化球混ざってたり、中にはもうクレッセントムーンとかも今更ないでしょっていう変化球で来てくれたり、もうそこら辺ですかね。もうなんかどん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 なんか頭がおかしくなってってます。ミートだけとか強振だけとかと思いきやリアルスピードだけとか、もうわけわかんないっす。だいぶ頭に来てます、本当私。心にも来てます。まあただちょっと今回本当最後なんでね、頑張りたいと思いますよ。ここっすね、ここ。ここを絶対に負けたらいかんと。もうここは本当にねめっちゃ時間かけましょう。ギリギリ狙って、これがボールになってああうざいとかじゃなくてね、ここさえしっかりやればいいと思うので、
負けるやつ。うわー伸びないか、こういうとこなんだよな。これで13対11ですか。厳しめ。いや負けました。でもこれがあのレイとかのバトルじゃなくてよかったです、うん、いやできるだけこういうところではアイテムは使わない、まあ、モミの木とじいさんが来た時はちょっと悩みますが、まあ、できるだけレイとあのシンかなのところでしっかりあのアイテムを使って、そこは絶対に負けないっていう立ち回りがね大事かなと思います。あのちょっと動画長くなってしまい、あの説明もちょっと下手だったと思うんですけど、意外とガバガバかなと、やればやった分だけしっかり順位上がるなって思うので、あの本当に当初は私ボーナス低くて結構ちょっとこれはまずいなと思ったりしてたんですけど、意外とここまでは来れてるんで、皆さんもね、土日に時間ある方、気合のある方、気合のある方ですね、今回のイベントは気合のある方ぜひ、ここからでも遅くないと思いますので頑張っていただけたらなと思います。ぜひ最後の CP で公開の内容、悔いのないようにやっていきましょう。これはカズさんにも言ってます。カズさんの決意になり叩いていきましょう。それではご視聴してくださった皆さん、ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。